おはようございます、達也でございます。何もないロッキーのど真ん中におりますけど、今日はスキー履いてるんですけど、ここはスキー場ではありません。そう、バックカントリースキーにやってまいりました。ここはバンフ国立公園のほぼほぼ北の端っこ、パーカーリッジというところですね。夏のコロンビア大氷原の雪上車観光のほんと5分ぐらいバンフ側にあるところです。で、曇り予報だったんですけど、まさかこんなに晴れるとは。真っ青の沢が広がっております。今から滑る斜面はあの辺りです。ここの尾根がパーカーリッジ通りですね。ここ今から、後ろにいつもの友達いますけど、パートナー組んで登って滑ります。 2,3 本滑れたらなって思うけど、どんな感じかな。ロッキーで初のバックカントリースキーでございます。歩きます。いや、楽しみ。歩き始めて15分ぐらい経ちました。息上がってますね。今スキー履いてもちろん歩いてるんですけど、それでも15センチぐらい沈む、ふっかふかな雪が積もってます。で、こう標高なんだかんだ 2000m ちょっとあるから、ちょっと空気も薄いですね。でもすごい気持ちいい。もうすでに滑って降りてきた人もいるぐらい、もう実は今11時ぐらいなんですけど、いや本当に滑るのももちろんね気持ちいいけど、やっぱ歩くのがいいですよ。歩くのが、まだ歩き慣れてないからね、歩き方下手くそなんだけど、よいしょ、こうやって一歩一歩上がっていくわけです。いや、ほんと気持ちいい。ずっと話しながら登ってるんですけど、やっぱり私はね、歩いてる瞬間ももう楽しい。まあ、そうじゃない人いるかもしれんけど、私はもともとね、山が好きで、で、行動範囲を広げたいっていうのもあってスキーを始めたから、歩くのは全然苦じゃないけど、彼はボードが好きで山に登ってるようなもんだから、このメインが違うんですよね。そうね、俺はもう今この瞬間からすでに楽しい。なんなら状況悪いから滑れなくて帰るってなったら、そんな別にね後悔しないぐらいの勢いだけど、死んでも嫌だ。実際斜面はすごい美味しそうだもんね。ちょっとここまで上がってくると、そうそう、もう稜線がすぐそこなんで、風が抜けるみたいでちょっと硬くなりました。でもここから一段下がればまだふかふかの雪が待ってるんでね、下りが楽しみなとこですけど、あと多分5分ぐらいで稜線かな。駐車場も車が増えました。でした、駐車場この真ん中でございます。でもほんと今日風がなくてこんな晴れてて、今シーズン一のコンディションな気がするだと思うよ。サンシャインあんだけ滑っててね、さすがに多分稜線の上は吹いてると思うけど、そうですね、向こう側、うん、でも雲も見てもそんなに流れてないから、そうね、強くはないんでしょうね。うん、で、寒くないしな。暑い。さっき車出るとき車の温度計がマイナス12度だったっけ。だからそんな変わってないと思いますけど、この無風っていうのと太陽照ってるっていうのとで、まあ、歩いてるってのもあるけど、暑くて暑くて、僕今これロンティー1枚です。で、この薄手のジャケットというか火星のダウン以上、それでも暑い。いや、最高の日ですよ。くほー、風吹いてきた。さあ、間もなく稜線に出ますよ。いや、もう本当に景色が超綺麗、もう楽しくてしょうがないね、歩いてるのが。この青空で、ここでも気づいてる人もいるかもしれないですけど、9月だったかな、あやと2人で登って動画上げたところです。パーカーリッジのトレイルってね、上げましたけど、ここ越えるとその向こう側の、サスカチュワン氷河かだよね、それが見えますけど、あー、見えてきた山が。すごいな、なんかこう南極感があるな、行ったことないけど。
この景色非日常感がすごいね。いいですね、この感じ。バーガリッジ登り切りました。多分1時間ぐらい歩いたかな。今日ちょっと記録取ってなかったんで時間の時間もわかんないんですけど、ほんといい景色も360度山に囲まれてます。で、まあ、向こうまで行けば反対側の景色見えるんですけど、まずは今登ってきた斜面の近くのシュートというか沢を一回滑って、で下まで行ってまた登り返してこようと思います。だってこれから1本目ですね。なのでスキーを今歩行モードになってますけど、これからスキーモードに変えて、で後ろのシールも取って滑ります。楽しみ。多分滑ったらね5分10分もかかんないと思うけど。さあ準備ができましたんで滑ります。記念すべきロッキーのバックカントリー1本目ですね。山頂は風が強いですけど気温自体そんな低くないからね、止まってたらそんな冷えませんでした。滑りきます。忘れ物ないか、あってはまた来るんだけどね。あ、滑ら、さすがにシャドウがない。いや気持ちいい。これとりあえずあの斜面の入り口まで行くよ。はい、あ、結構硬いね。ちょっと滑ってきました。いいね、下手くそがバレる。でもこんだけ下がってくるだけで風がないんで気持ちいい。ボーダーはやっぱ苦戦するよね、シャドウがないとね。さすがにまだシャドウがないね。やってきましたね。とりあえずまたそんなシャドウの代わりまで行こうか。あの木のところ、あの橋みたいな。あの木があってさらにもう一段下に木なかったっけ。あそこじゃったっけ。あれだったっけ。はい、聞きました。うん、いやいいね。そうでしょ。いや気持ちいい。というわけで相談の結果、この登ってきたところを落とすことにしました。記念すべき一発目、どうぞ。その辺ちょっと嘘だから気をつけてね。そうか。では行きます。ドロップイン。あった、するんや、すごい。いやーよかったねえ、一瞬ならほんと降りるとねえ、あの一番左側のが俺のかな。そうですね、せっかくだってもうちょっと落としましょう。うん、先行きます。じゃあ今度先行くよ。ドロップイン。
危ねえ。いやーよかった。さあ来ました。木が多くてね、なかなか楽しかったけど、彼はどんな滑りをしてくれるでしょうか。ナイス。ちょっとね。いやでもよかった。気持ちよかった。ああ、本当一瞬だよね。本当一瞬。マジ一瞬。というわけで登り返して2本目。そうですね。行きましょう。さあ2本目でございます。さっきあの辺滑ったんですけど、今度はこの沢状の地形を滑ります。あそこに鉄壁があるからね、ちょっとチャレンジしてみようかな。出だしが滑りじゃない、出だしが硬そうだからちょっと怖いけど、いやライン取りがちょっと悩むな。うん、硬そうだからそんな攻めれんかな。まあいいや、行きます。ドロップイン、勝て。はい、派手に焦げました。そこの鉄壁の下でちょっとチャレンジしてみたけど、まだ下手ですね。多分きっと彼も何かしらやってくれると思うので待ちましょう。おー耐えた、ナイス。いやちょっと詳しい結果に終わっちゃいましたね。まあでもこういうのも含めてバックカントリー楽しいね。雪まみれだったけど久々に、でもかなりここ降ってまってたから全然痛くも痒くもないです。ちょっと顔が冷たいけど。というわけでこれ降りてまた次3本目上がります。いや楽しい、ほんと楽しい。月最高、ボードもね楽しいと思うけど、はい、2本目以上でございます。もう本日最後の1本でございます。今もう3時ぐらいなんでね、まあ、太陽出てますけど風も出てきて気温も下がってきてるんで、あともう疲れてるってのもあるしね。最後今見えてないですけど、この目の前の斜面落として終わります。極地にいるみたい。じゃ行きますか最後。ギリギリ硬い。これ板脱がな無理だ。ちょっと岩にぶつかった、路岸帯にぶつかったって言ったらいいのかな。とにかく岩が出てきたんで、ちょっと今この斜面トラバース歩いてきて、でここでまたスキーを履き直しました。今そっから先が見えてないけど、まあ、下から見てそんな別にこの先崖とかあるわけじゃないって分かってるから、まずとりあえず様子見だね。来ました。うん、ゆっくり降りていこう。ちょっと硬そうね、部分的に。硬い。いやーいいね、何にもない一枚板だよここ。いやこれは素晴らしい。では本日最後でございます。シャドウはねそんなきつくないですね。30度ちょっとかな、30度半ばくらいだと思います。じゃあ最後1本いきます。ドロップイン、硬いね。
ちよかったね。あーあっという間だね、本当に全然なだらりの心配はなかった。うん、よかった。ラストに、いや、パーカリッチいいな、穴取れんね。1分かかってないかも。あとはもう適当に下りはつくんかな。おおおお、あ、抜けたね、これで。お疲れさんでした。本日終了。終了。はい、無事に車まで帰ってきました。多分トータルでどうだろう、6時間ぐらい、6時間ないかな、5時間ぐらいかな、行動しました。で、計3本滑ってきましたね。いや、見えてる、この辺が最後に滑った斜面ですけど、あの森の中とかちょっと開けてる沢の方とかを滑ってきました。さすがにね、疲れた、というか一気に疲れが出てきたって感じですけど、まあでもいい経験になりました。やっぱりバックカントリーですね、自然の中滑るっていうのが。ただ自分のスキーがまだ下手だなっていうのを本当痛感するんですけど、まあ、こればっかり練習あるのみですね。また行きましょう。というわけで今日のバックカントリーはこれで終わりです。もっとさらにバックカントリー見たいとかスキーの動画見たい、そんな方はね、ぜひチャンネル登録して高評価だとかコメントいただけるとすごい嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。